こんにちは、国尾ですあ。本日は2月24日ということでございまして、えー、とお昼、お昼に撮っております。えっ、ー、と、ハラプロなのかどうかというグループのお話、えー、今日は入っていきたいと思っております。えー、とアップアップガールズかっこ2期、ね。こちらの話を聞きたいと思っておりますので、お,お付き合いください。 さあ、かっこい日、アップガ2、アップガ2、まあいろんな言い方ありますね。なんとなくアップガ2期とか言っちゃう感じで、それがスタンダードかどうか分かってないぐらいな感じで、おいおいって感じだったと思うんですけど。えっ、ー、とね、まあことの発端はあ、私、ハロプロナイトというイベントを長くやっております立場なんですけれども、 えーと岩岡さんという VJDJ ですねもう10年以上のお付き合いですけどまあ彼が断るごとにちょっとね、えー、とアプガンにいいぞということ、まあ、な,なぜそういうのをよく聞いていたかというと井上いちゃんがね僕と岩岡さんも趣味丸かぶりということで。 拳ファクトリーの現場で「えー、とレイレイいいよね」って言って「いいよね止まらず」飲み行くんですけどまあそれで話してる時にちょいちょいこのアップガンに挟んでいくんですねでなんか僕のなんですか趣味嗜好とかを判断していくとうまああとでいろいろメッセージがあるとしてたらあの「ちょいちょいこの佐々木ほのかほうちゃんですねいいいいよ」と。 向いてるよみたいななんかお,お,お前お見合いやってる昔のおばちゃんかみたいな感じのまあ差し込みありまして、うん、でまあまあそういうことを言われましてもと思いながら興味あ,のあったんで見てみようということでライブ行きましてよ,よく余計なことを考えずに邪念なしで見たんですけどまあ岩岡さんに始まって2曲ぐらいで。 あの何,何番目のご気になるのって「国尾さんそれそれほうちゃんですよ」とまあまんまとこの釣り上げられましてまあいいなということでねまあその後まあいいなんていうんですか関係性の方々がね内部にいらっしゃる形になりましてまあ現山田社長さんにちょっとあのメンバーと話さないかということでご案内いただいてね お話ししたところハロプロの曲のカバーに興味があるよということで。ねメンバーな。何名かですけど実際、ハロー大好きということでね。ちょっと軽く盛り上がっちゃいましてまあ、じゃあ、ハロプロナイトとかでライブカバーとかやってみるなんて言ったら。あ、もうぜひぜひみたいな。まあ、あれですよ。無邪気な可愛さに打たれる感じですよ。まあ、それで実は。 去年1回夏休み中にやろうなんて言って8月に開催してるんですけど新宿の芦部ホールというところでね開催してるんですけれどまあそれの2回目というのが、まあ、去年の年末にやってみようなんてあったんですけどまあちょっといろんな僕も含めてちょっと調整つかなくてで実はあのー、明日2月25日に。 18時から新宿の芦部ホール同じ区の会場で、えー、っと初期面のメンバーの結成日というのが明日なんですけれどもハロプロナイト内で、えー、っとそのライブを実現するということは決定しておりますいやーこれすごいことなのよねっ まあ僕あのご紹介を遅れましたと言ったらあれですけど、まあ、イベントオーガナイザー,あーそして DJ という側面、まあ、これが結構、あのー、日常の中では比較的多いタイプですね、うん。お前飲んでばっかりじゃないかと言われるかもしれないですけどまあ、うん、合ってるけどや,やってんだよそういうことも。<laughs> という感じです。 でまあ、明日あいい形でお届けできるんじゃないかっていう案内を、まあ、僕からした方が多分適切だと思うんでもうアプガニキに関してはもう楽曲も素晴らしいですよもう調べてくれればすぐー YouTube でも曲聴けるんでツンクん楽曲なんてのもねい山田さんすごいやっぱあんなと思うのはねいい曲仕入れてます。であとメンバーがやっぱりすごいから。 本当になんかもう泣きそうでなんかメンバーのあの爆裂感だ今レス欲しい人なんていうのはいいんじゃないですか <laughs> 実力あるし曲いいしねただねこのねハロープロアップフロントみたいなのの看板があるなしというところがやっぱこれあるんですよだからこれプロ野球でいうとまあちょっとこあの椿立てたので多分 気を害されれてる方いいらっっししゃったかもしれないけど椿はなんだかんだ言ってセ・リーグ・パ・リーグなんですよなんだかんだ言ってで多分アプガニキはそれこそ四国独立リーグぐらいな多分多分感じねこれも気分がいされる人ってこれただ例えてるだけだからあのそ,そんな気にしないで僕,僕の言ってることなんてそれはもう,もうなんと川の流れのようにですしね、うん、結構いい曲じゃねえかって話だけど秋元じゃねえか <laughs> やめときましょう。でまあ脱線しちゃうけどお言いたいことというのは確実にプロフェッショナルな技術があってもなんてうの最後の1年のさ巨人あの横浜から巨人行っての村田とかいたじゃない。でもまあ実力とその時代とかそのタイミングだよねによって全然ね何ていうか人生って面白いんですけど。あの 光の当たるる角度が変わってくるんですよでこれはどれがいいというわけじゃないんです。でどの距離がというところはもう出会った時のその距離感とかその感動っていうのが自分のもんだと思えばいいんですよ。ですでそこから違うステージに行きたいっていうんであればもう今の時代もちろん用意されてると僕は思ってます。アイドルがいくつまでとか言うけどももう笑っちゃうぐらいニーズあるし。 あともう外国行ったらそれこそよく言うブルーオーシャンですよまあいくらでも組み合わせ次第ですけどね方法論ありますまあちょっとどういうふうになるか分かりませんけどアップガニキ期なんか見ていて僕がのやったら面白いんじゃないかなと思うのはあの海外展開ですよねうんもう絶対ニーズあると思いますでもやり方とか、まあ、学校があったりとかねいろいろあると思うから まあそういうのが2020年から29年、まあ、30年ぐらいこの10年ですよねどういうふうに変わっていくかなんていうのはアイドルシーンとっても楽しみになっておりますしまあ行くと思うけどねで学校とかだってはっきり言えば、うん、日本の教育っていうのは外国でも全然今受けられるしど,どこにいても受けられるしあと親御さんとかの感覚がどうなってくるかってことだとは思っています。 また偉そうなこと言いやがってってねなってるかもしれないけどまあねあのー、明るい未来というのを考えていくのが、まあ、我々の発想でございましてアップガーキというのは僕にとっては明るい未来の象徴なんじゃないかと思ってますハロープロ大好きですそしてそこに対してその楽曲というのに対してもクオリティ高いと思っていますだけどもまあいや山田社長とかねそういった形のハローの その血を知っている人たちがまた少し違うところで、えー、と自分の持ち場をしっかり守りながら、あのー、形を変えてというんですかこの空気時代の中でちょっとアウトサイダー的なことをやるっていうんですか,なんかそういうの楽しいですねあのー、ガンガン来ますねまあそこを私なんていうのはまあ ハロプロナイトというところで提案しているのはもうそれだけの DNA 持ってる人たちなんだから、まあ、ここはちょっとハロプロという曲で表現してみていただいてはあいただけませんでしょうかという,うねことになりましてまあほんに何ていうか何のハードルというかそこに対して問題なく OK で。 それが2月25日に新宿足部ホールで楽しめるわけですよ。18時から23時です。これどこ切っても面白い。もう僕が言うから間違いありそうだけどない。間違いないよ、本当に。まあ、DJ タイムも初期のメンバーの3人からセレクトしてもらってて、もう今ネタも揃ってて、いろいろこれから。 映像を確認してっていうタイミングなんだけど超面白いですもう明日解説しますよ現場で超面白いすですでカバーライブもうこれ内容言えないうわーめちゃめちゃ面白いまあ俺はね多分みんな面白いと思うな、うん、だこういう興奮を YouTube とかでもお届けしながら まあ今の時代ですからね、ああ、じゃあちょっと気になったから行ってみよう。あとインターネットで何,何言ってんだよ。本当にそうなのか調べてみようって言っても全然いいと思います。まあ僕の悪口もあるかもしれないけど、世の,世の中に出ていくと、そことはね、もう対峙していかないとしょうがないから。いいよ、もう俺会ったときにいやいいよ、うん。全然俺喧嘩しないから。おお、ああ、させんみたいな。そ,そういう人だから。 本当ってまあ、たまにちょっと飲み方悪いとねな,んなこと言ってもらって話ずれた。さあさあさあえっ、ー、とじゃあアプガニキねえっ、ー、と簡単に紹介ということができてなかったけどもこれはまあ時間もの都合もあってということで、えー、これこそね岩岡さんとかちょっとゲストとかにして呼んで、まあ、岩岡さんに限らず山田山田さん山田さん出てくれっかな。 ちょっと僕がもうちょっと登録者、そうそう、チャンネル登録お願いしますね、登録者伸びてきて、まあ、その各地にメリットをちゃんと提供できるようになってきたら、またコラボレーションなんていうのはもう頭の中にいる方いますし、何人かにはもうお声がけしながら進めていこうっていうのは思っております。ねあとはもう外国だね。うんもう ちょ,ちょいちょい長生きしている方に人口からしたら、まあ、まだ言い過ぎかまた先輩方たくさんいるかに入ろうかと思ってるんで、うん、そのキャリアを使うということはできるでしょうであとはあ皆さんと一緒に共有できる場所というのは模索しながらに常になりますからあ今回のアップガニキも含めハロプロナイトの歩み方含め、えー、皆さんのご意見を伺ってそしてそれに対して 真摯に対応するそれはずっっとやってんのよ結果はねちょっとうんまあいいとこは表で出るけどそうでもねえところはこ,こっちの中に蓄積されてな,んかな,か、ね、なかなかねなかなか大変なのよメンタル相当開き直らないとねそういう話はまあいいやえっ、ー、とじゃあ今日はこの辺にしますかねあでもちょっとアップがンいけど計画性がないね アプガニキのメンバーを簡単に、えー、と紹介しておきましょう。えーとね、まずは、これな <laughs>、うん、バカみたいになっちゃったね。橋村里子ちゃん。橋村里子ちゃん、ね。2000年1月31日生まれ誕生日になったばっかりだね。私になったばっかりだね。ね、この子は、この子ほら、今言っといてダメだめだ。去年、この子が、 あれだよファッション業界行ってんだよそうそう。今これ早速この数分で突っ込まれてダメ評価もらいそう。ねまあそれやめましょう。で高萩千夏さんね。この子いい子だね。この子あの前回の時もうハローのいろんな曲で踊ってくれたりしていい子だね。もううん、誕生日言いますか1997年7月4日ね22歳。 いい,ですね、いいですね。リーダーですね。リーダーいいですね。であと、吉川真由ちゃん、ね。マシュマロボイスだと言われて紹介されてる。確かにそうでした。確かにそう。声がいいですよ。彼女、彼女、あと大きいね。<laughs> うん、大きい。物理的に。うん、でもかわいい。新世代じゃないですか。新世代のスターみたいな。9 1997年5月28日生まれ、ね。いいじゃないですか。 ねあとこれ佐々木ほのかさんねほーちゃんですよほーちゃんねほーちゃんかわいいほーちゃんの笑顔と踊りのお大きさとかはやられますねこれ腹オタ向けなの俺バ,バレてましたねうんもう一発ってこういうことですね一発でした頑張ってねほーちゃん <laughs> 明日も楽しみしてるよ見てねえだろっていう さあ次行きましょう。えっ、ー、と、中川千尋ちゃん。ね、まあこ、個性というところでね、まあ、なんつうの、いろいろ表現していくと、僕が言うと失敗しそうだから、あとそれはプロフィールも見てください。ね、彼女も、いいね。うん、いいね。さあじゃあ続きましょう。<laughs> 梶島彩ちゃん。うん、この子大変ですよ。大変ですよ。なんか、 家事に気づくといよいよだよみたいなことを何人か言われたんですけど気づきますね、うん、花立部笛明日も、ね、やってもらいますけどライバルいないこのシーン、ねうん、ライバルいんのかな家、うん、事に憧れて花立部笛やってますって、うん、なんかあ,あなたは右だけど私はレフトハンドでみたいな レフトナーズデーか。いるんですかねまあそういうの楽しみですね。ほんとすごい個性的。うん、あ歌,あの歌とダンスもほんとリ力入ってていいですよ。ね、歌詞。そして森永美奈ちゃん。このこからがねあの、新メンバーということになって、えー、っと、まあ、キャリアが1年未満なんのかな去年の3月3日かに、ね、ベリーズ工房かよ。 はい、外れそうでやめときます。えー、そう、ニーナちゃん。えー、っと、彼女はね、そうそう、か韓国が好きだとか言っててね、ね、え、心、ー、心、かわいわなんですけど、ごめんて、ま。だからどうしちゃって話だけど、ま、コスメとかね、そういうところ多分興味あるんでしょう。いいお姉さんになると思うし、私服がすごくね、綺麗ですよ。あの綺麗なお姉さん系です。ね。若い人を ね、今おしゃれな子たちってこういった感じなんだなみたいなのが見れるじゃあステージはちゃんとアイドルやってますさあじゃあ続けましょう、えー、と島崎ゆりあちゃんこれねこの子ねあのギ,ギター弾き渡りですよねま、うん、っすぐでいいまっすぐなのがいい、うん、あとやっぱ小さめに仕上がってますから まあ今から画期的に2002年生まれ2002年の11月22日生まれまあ画期的に伸びるっていうのはないだろうね。ニーナちゃんは2001年6月16日ね。まあ伸びてもいいですよ。でも今の可愛さがひたむきさみたいな感じがいいんじゃないかな。であとニークラアミちゃんねニクラアミちゃん。2003年6月1日生まれですから多分最年少ですね。 あ、違うか嘘ついちゃったほうちゃんが最年少だねこの2期目2期目とがこれ結果的にあれ加入新加入メンバーの中でのいわゆる最年少だ、ね、ちょっと危なっかしいねさあその危なっかしさを紹介しましたがメンバーのお名前皆さんこれでえっ、ー、と目が見えない人にもわかるということでねあのお届けしましたさあじゃあ 曲とかの紹介というのはまた次のタイミングとかでもう少し掘り下げるというふうにしましてまあ僕はもう当然ながらツンクさんが曲あのアプガニツンクで調べれば出てくると思うんでそれ聞いてほしいなと思ってますモーニング娘。が歌ったらよかったんじゃないかななんていう話もモーニング娘。のファンで両方聴いてる人からも声が上がるぐらいまあツンクさん と山田さんのの関係なのかなかあとアプガニが実力あって貸し取ったのかなす,すげえいいっすようんなんか楽しいね野球見てると楽しいねみたいなことっててハロプロ知ってるとアイドルとか見てるといろんなミュージシャンいろんなアレンジャーが入ってきてそれがうんどのグランドで見るかみたいなので興奮度変わってきます まあ今日そんな感じにしましょう。えっ、ー、と、では、あ明日しつこいですけど、2月25日、18時から23時まで、どこ切っても間違いなく楽しいです。えー、私ももちろん参加しております。えー、と少し、うん、トークと DJ みたいなこともやります。うん、インタビューも、うん、今したいと思ってるんで、まあ、そんなのも YouTube でお届けできたら最高ですね。えー 新宿、足部ホール、ACB ホールと書いて足部ホール。あの、東方のゴジラが立っているビルあるでしょあそこの歌舞伎町からというか新宿東口から来たら裏側。大久保新大久保から来たらますね、同じぐらいに来るかもしれない。まあ、そこでお待ちしておりますので、えっと、会場で僕と握手。あウイルス対策はして、いず。つうか時じ。 ありがとう良い一日をまたね。